ナイト、てめえら調子に乗りすぎね、てめえらは熊本で終わるんだ。お前の詐欺師ごっこ、これにて終了。俺たち鈴木が一番。内藤の裸の王様呼ばわりに対し、鈴木みのるは内藤を詐欺師扱い。言葉でのやり取り、やり合いというところも進化していますが、いやー、この後楽園ホール2連戦、完全に鈴木軍のものとなっています。鈴木軍の新たなテーマ曲を背中に聞きながら、今リングを後にする。さあ、内藤哲也の、いや失礼しました王様。いや失礼しました。王様、あなたが大事に持たれている、そして宝物だとおっしゃる、そのインターコンチネンタル王座、熊本で失ってしまったら一体どのような言い訳を並べるおつもりでしょうか。宝物を失った王様がその後リング上で一体どのような振る舞いを見せるのか、俺はその姿が楽しみでしょうがないですよ。丸腰の王様、つまり裸の王様になられる覚悟はよろしいでしょうか。まあ僕は王様の前に9月29日熊本大会立ちますんで、安心してリング上へ上がってきてください。つまり丸腰になるその時までトライ。